生に、十二世にまたは十二属性は十二子に、ネズミ、牛、虎、ウサギ竜、蛇、馬、羊、猿、鳥、犬、イノシシの十二の動物を当てたものである。なお、ここで、鳥は、漢字の読みとしては、鳥だが、意味は、鶏である。その内訳を見ると、牛、馬、羊、鳥、犬、豚は六畜と呼ばれる古代中国における、 代表的な家畜である。またネズミ、牛、虎、ウサギ竜、馬、羊、犬、豚は漢字において、イフとなり、ブ士シとなっている。このうち竜のみが想像上の動物である。なお、ブ士シとなっている。動物名は他にタイ、鹿、棒、亀がある。日本語では、十二子本来の漢字であるね、牛、虎、う、お、そのまま、ね、牛、 トラ、ウ、と、訓読みしてしまうため、十二子と当てはめられた動物は、不可分一体のものとして理解されており、例えば、牛年と書いて、牛年と読み、牛が象徴する年であると理解する。しかし本来の中国語においてはコゼット、牛ちょ、トラアン、に、各々の動物の意味は全く含まれておらず、本来の十二子と当てはめられた十二の動物は、概念上も春別される。 この校舎の概念が、十二世にであり、中国語では、例えば年において十二世にを想起させる場合には、漢字自体も十二世にを示すものを用いて、ネズミ年、牛年、虎ト年トのように記す。ロシアでも十二氏は親しまれている。次の年の監視グッズを売る露店。ロシア、ヤロスラーブリ、2009、11。中国も含め、 意に当てられるのは豚である地域が圧倒的多数であり、日本のイノシシが特殊である。漢字の蝶は中国語では豚も含めた言葉であり、イノシシの実を指す場合は、ヤチョやヤマチョと呼ぶ。日本では古くは豚をイと呼んでいたが、豚を飼う習慣が廃れ豚がいなくなると、イノシシをイと呼ぶようになった。そのため、イノケモも豚からイノシシとなった。 例えば、日本の古事記などに登場する上代の、異界、諸官を、仏教普及以前の日本にも存在した部いのことと、する説もある。羊に当てられる漢字の、羊は、中国では、羊だけでなく、ヤギをも含めた言葉であり、エトに当てるときも、両者を区分しない。ここから、エトを英訳した場合も、羊に当てられるのはゴートあるいは、シープとされる。 一方、日本では、羊及びヤギの存在は知られていたが、家畜としての定着は遅かった。そのため日本においては両者を混同する習慣がなく、羊という漢字は羊のみを表すようになっているため、羊には羊がもっぱら当てられている。上述の日本における意図、イノシシブタに関する相違以外にも、世界各地に様々な相違がある。ベトナムでは、牛は水牛。 呂は猫に代わり、羊はヤギを当てる。タイでは、羊はヤギを当てる。モンゴルでは、虎において、虎の代わりにヒョウを用いることがある。西アジアや、東ヨーロッパの一部の地域にも若干の差異がある、ことがあるものの十二支の風習がある。ただし、インドでは、鳥はガルダに、アラビアでは、タツはワニに、イランでは、タツはクジラに、ブルガリアでは、虎が猫にそれぞれ置き換わる。 ロシアの十二支はアジアのそれと全く同じである。二十八宿州は三百六十度に対応し、その後十二支三十度のそれぞれに分岐、正確監視対応することができる。その成立時期は従来、五感の王三る、論考にあることから五感ごろとみなされていた。しかし、五北省雲望県の水戸地新母から1975年に、 発見された畜管の内牧線に関する日書の部分に十二世二の記述が見つかり、紀元前200年代の旗の時代にはすでに成立していたことが分かった。日書には次のようにある。子、ネズミなり、牛、牛なり、虎、虎なり、ウ、ウサギなり、タツ、ミ、虫なり、馬、カなり、ミ、ウマなり、猿、ンなり、鳥、水なり、犬、老羊なり、イ。 猪子なりである。牛とは牛である。虎は虎である。ウはウサギである。タツは、ミは虫である。馬は鹿である。羊は馬である。猿はンである。鳥は水である。犬とは老いた羊である。イは猪子である。比較すると、小ネズミ、牛牛、虎虎、ううさイノ子は現在と一致し、み虫、新玉木。 鳥水も現在の蛇、猿、鳥と関連すると考えられている。ただ、馬鹿、三馬、犬狼、羊というところに鹿が入り、その代わり、犬がない。順序も異なっていた。東大になると十二世にをかたどった彫像が作られるようになり、重刀人身で手に尺を持ち文官の服を着る姿で表された。これらは、糞母の服装品に入れる東洋として作られたり、 母子名の詩集に彫刻されたりした。またこれらの彫像は仏教において、薬師如来の眷属である十二神章を表すのに、用いられて日本に伝播し、武人像のもとに十二聖二を彫刻したり、十二聖二の十刀人身の姿で作られたりされた。また、朝鮮半島には統一白木時代に伝播し、慶州の墳墓などに見られるが、 文官ではなく武官の姿にかたどられ、ただ十二聖二をかたどったものなのか十二神将で、あるのかは定かではない。また民間において、記念や人の少年を表すのに使われるようになった。特に新年を迎える際に用いられ、中国では春節になると、新年の十二聖二に,にちなんだ催しが開かれ、日本でも、正月のやり取りする年賀状の図案に使用される。 なお各国において割り当てる動物に若干の異なりがある。十二子像、牛十二子像、いつ頃生まれた話かは不明であるが、世界各地に十二子の動物に関しての類似した説話がある。細部は様々だが、十二子の動物を決める立場の者が動物たちを召集し、先着順に決めたという物語である。召集したものについては、などがあり、 召集した日付にはなどがある。そしてその結果について、多くの話では次の2点で一致している。さらに、次のような話が追加されていることがある。港熊楠、十二志向十位の志士に関する民族と、伝説、例えば、次に示すサイトで扱われているようなカレンダーが、昔から流通している。最服十二世に適正。 クルジファンドを12星垣とも28静粛的関係 ABC 川内歩み十二市の由来1999講談社 ABC 沖縄市文化財調査報告書第26集昔話一沖縄市の民は家村の民は遠藤正死最終中国用児故事生成により越後山飛田の語りと方言より長岡市の民は AB 岩崎京子 ふたまた英五郎、十二市の始まり1997教育が激。ありがとうございます。